はい、コムゾーライダーです。雨が続いてましたけども、明日久しぶりにツーリングに行く予定なので、少しバイクを磨きたいと思います。久しぶりにこれ、カバーを外してみると、うわ、やっぱりすごい錆です。投げ物ばかりの弁当箱を開けたような瞬間に、なんか全体的な茶色いっていうような感じですね。まあ、ヘッドライトもこの通り、リムのところはすごくサクサクで、ブレーキワイヤー、ミラーですね、あとクラッチワイヤーのところとか、このバンパーですね、もうすごくなんかあの茶色いサビがこびりついています。それと、まあこういったあのマフラー周り、この辺もまあいろんなところがやっぱりされています。はい、リア周りもこの通りいろんなところがされています。でこのトランクもやっぱりあのいろんなところいろんなところもう全体的にサビサビです。あとあのまあエンジン周りですね、この辺りはあの白いサビのトランクですね。これもあのちゃんとあのひびが、こうなの7年8年使ってますので、もうひびが入ってきて、ちょっと崩壊しそうなので、新しいトランクを、発注済みです。はい、水洗い終了しました。やっぱりちょっと、洗うとなんか艶が出ていいですね。はい、このような感じになりました。はい、カールで全体的にサビを、落としてみました。まあさすがにね、あのすごいサビサビだったので、あの見た感じそれほど落ちてはいないですけれども、あのちょっとはその茶色いっていう感じがちょっとなくなってるかなと思います。今回はチェーンも綺麗にして、チェーンの張りの調整もしました。で一応、ホイールも、ちょっと磨きました。はい、まだちょっと物足らないですけど、明日のツーリング楽しみです。